カールテオドール・イン・バイエルンは、バイエルン公の称号を持つバイエルン王国の貴族、眼界として開業した代わり種である、カールテオドール公眼界委員。カールテオドールは、バイエルン公マクシミリアン・ヨーゼフとその日である、バイエルン・王ジョル・ドビカの三男として、ポッセン・ホ変場で生まれた、オーストリア皇后エリーザベトは、2歳年上の姉である、エリーザベトは、大勢の兄弟姉妹の中で、 カールテオドールを最も可愛がり、信頼していた。14歳で、バイエルン軍に入隊し、1866年に、広島戦争に従軍した。後軍から離れて、ミュンヘン大学の学生となり、哲学、法学、経済学、薬学を学んだ。当時彼を教えたのは、ユストスフォン、リービヒや、ルートビッヒフォンブーアラであった。1865年2月11日、 ドレスデンで10枚に当たるザクセン王女ゾフィーと結婚するが、わずか2年後に種別した。1870年、不仏戦争に派遣されるが、戦後に学問に復帰し、1872年にミュンヘン大学で薬学の名誉博士号を取得した。後に、ウィーニやチューリッヒで、眼科医となるべく勉強した。1874年4月29日、クラインホイバッハで、ポルトガル王女、 マリア・ヨーゼファと再婚した。1877年、彼はマントンで薬学を学び、しばしば二度目の妻マリア・ヨーゼファが補佐したという。1880年、自身の居城テーゲルン勢に眼科院を開業。1895年、カールテオドール公眼科院をミュンヘン市内に開業した。この院は、現在も引き継がれて現存しており、 バイエルン州で信頼を集める委員の一つである。彼は、1895年から1909年までの間に、5000例以上の白内障手術を実施で行った。1909年に黒糸で亡くなり、テーゲルン税修道院の一族の墓地に葬られた。最初の妻ゾフィーとの間に娘を一人設けた。二番目の妻、マリア・ジョゼとの間に五人の子女を設けた。ありがとうございます。